シュミネーションゴルフって、はい、ある意味時間がなくて、ゴルフに行く、その、往復の時間を取れないような人が行くイメージなんですよ、都心の。はい、そもそも周りにゴルフ場が恵まれてて、なおかつ料金が安いって今おっしゃったじゃないですか。はい、ビジネスになるのみたいな。はい、そもそもの話を聞かせてください。はい、ありがとうございます。うん、えっと、確かにそういった考えの方、 が多くて、特に昔はあのシミュレーションゴルフは都心でしか流行らないと言われていました。理由は今おっしゃっていただいた通り、土地が安かったらちあのゴルフ場も安いし、打ちっぱなし練習場も安い料金であるので、わざわざ狭い部屋でやる必要がないだろうという考えで、昔は流行らないとされていたんですね。でも今すごい進化して、もう上手くなるためにはもうシミュレーターが一番上手くなれます。 もうゴルフ場でコースで練習するよりチッパンシークより一番うまくなれるので、えー、はい,いや100切ったぐらいの人が言ってもなー <laughs> いやマジ信憑性ない <laughs> そこかそこはじゃもうシングルぐらいできてくださいよはいあのまあ私ゴルフまだ始めたばっかですし、はい、あの上水先生にそのシミュレーションゴルフもなかったんでこれ同意すれば多分七70代出せると思います自分の問題なるほどと社長のおっしゃる通りで結局そのゴルフ場たくさんあるし、はい、その安いし、はい、まあ都心だからシミュレーションゴルフってやっぱそこまで行く時間がもったい ないから室内でね。やれるっていうのメリットがあると思うし、うん、もうその機会がすごい優秀なの。僕知ってますから。はい、例えばスイングスピードとかその入射角とか、はい、そのスイングだった。改善だったりとか絶対必要だとは思うんですけど、はい、このエリアの人を求めてるかな？っていう単純思っちゃいますよね。はい、うん、まあその当たり前ですけど、24時間営業ですよね？はい 夜中なんて絶対閑散とするんじゃないかなっていうふうな、まあ、安直な考えですよね。で、結局やったとしても、夜中人来ないんで閉めますみたいな流れ。はい、いや、だってね、今、あの、茨城のゴルフ場調べたら、まあ、11時半ぐらいまでやってるところはまあまああるわけなんですよ。はい、11時とかまでは。はい、まあ、もともとだって、茨城の人って夜中出歩く習慣ないでしょ、みたいな。まず、あの、地域初の24時間シミュレーションゴルフと申し上げたんですけど、実は、小さく1個だけ上杉にシミュレーションゴルフやってるところが あるんですねシミュレーターを今4台導入しててもう夜とか混み合う時間全部埋まっちゃってて毎日予約取れない状態ただそこの営業として私まだまだもったいないなって感じてるところがありましてそこ、まあ、のスポーツジムの中の一角に設置されてて外からはそのシミュレーション攻撃やってるとか全然分かんないんですよ。で宣伝も特に打ってなくて立地も良くないとこなんですね。もう本当に上下の端っこの方で でで日日曜日なんんて午後4時閉まっちゃうんですよでそういう状況でもそれだけもうピークタイムとか入ってるんでこれちゃんといい立地でやって、えー、と最新の台を導入してちゃんと宣伝もしてやればこれめちゃくちゃ入るんじゃないかと思ってやりました。で実際先ほど夜は人がいないんじゃないかっていうご質問に対してなんですけど、まあ、私も。 当時、あの、シミュレーションゴルフとか、そんな,ない時に、あの、練習してた時に、やっぱり夜、仕事終わるの夜なんで、夜練習したいんですよ。自分の友達も仕事終わってからやっぱ、すぐゴルフ場閉まっちゃうとかやってないっていう意見が多々聞きまして。で、あとは、神寿司は、あの、結構夜飲み屋さんが多くて、その飲み屋帰りのサラリーマンとか、実はっあ遊び感覚で寄ってくれるんじゃないかなって思ってます。はい。レッスンプロは置けるんですかレッスンプロを置けます。 ご自身のがまあその例えばその方に集客力があれば、ね、来ますよね私がティーチングプロを一時期目指したきっかけともなっている方なんですけどその方のレッスンを私も受けておりましてその方は人気で普通ティーチングプロの平均年収って本当に安く300万400万取れたらいいって言われている中でその方は多分1,000万ぐらい稼いでらっしゃる本当に人気な方なんですけども、まあ、その方も私がそうやって事業を始めるなら全面的に協力してくれるよとはおっしゃってくれてます。 でも百切ったくらいなんですよね。<laughs> 私自身は本当は私が定時プロになって直接教えられる場所一番の勉強としていいんですけど、<laughs> ねいいね、まあそれはあのいつかなるほど <laughs> 遠い未来で確かにね。